おいおい、なんで開始早々号の前にいるんだ。茶番をしてもしょうがないからな。さっさと吉岡大臣地号に入りましょう。吉岡大臣地号は沖縄県南城市の知念岬近くにある号だ。知念岬が近いならセーファウタキも近くなんだな。そうだな、セーファウタキのチケットが売られている岩中駅南城のすぐ隣にある号だ。何も知らない観光客が号前を通っているぞ。私も何も知らずに通り過ぎたかったんだが。じゃあ行くぞ。なんだ、この地響きみたいな音は？これは風の音だ。海に面した崖に貫通しているから、号内にも海風が吹き抜けているのだ。換気は最強なんだな。コロナ禍にぴったりだ。そもそも3密にならないだろ。入って5、6メートルで左側が掘り込まれている。奥行き1メートル、幅は 1.8 メートルくらいだろうか。待機場所かな？ここで兵隊さんが立証してたのかもな。さらに進んでみるよ。入り口は前傾にならないと入れない広さだったけど、少し奥に行ったら余裕で立ち上がれるんだな。この場所は幅 1.5 メートルと高さ2メートルくらいあるからな。かなり歩きやすい。なんか右側の壁の下が掘り込まれてるな。なんだろう、棚にしては奥行きがなさすぎるし、低すぎて使い勝手も悪そうだ。千葉県の赤山地下壕だと、掘り込んだ部分にトイレスペースや電話を置いたりしていたんだけど、それでもなさそう。よく見ると左側の壁面にも同じような掘り込みがあるな。なんなんだろう、わかる方いたらコメントで教えてください。戦績好きなのにわからないのもどうなんだぜ。そう言われてもこんなの載ってる本が見つからんぞ。陣地号の構築についての本があるなら読んでみたいわ。あれれ？ここに何かあるよ。天井が崩落して、下に溜まっているな。下に溜まっているのは砂みたいに見えるな。この辺の地質は砂岩とのことだからな。砂岩は文字通り、堆積した砂によってできている。ここは十字路になっている。最初に左の道に行ってみるよ。あれだけ吹いてた風がなくなったな。うるさかったからちょうどいい。この付近は左右の壁に鉱木の跡が残っているよ。せっかくだから音楽を消してみるんだぜ。左右の壁面にある凹んだ部分が鉱木を置いていた跡だな。鉱木は号の強度をアップさせるアイテムだよ。いや、ただの木だろ。鉱木跡はウプシュの身長より少し高いくらいだから 1.8 メートルくらいか。メインの通路には瓦礫はなかったけど、こちらには顔よりでかい瓦礫がゴロゴロしているぞ。明かり取りのろうそくなどを置いたのだろうか、丸いくぼみがちらほらあるな。なんだこれは。木の根がこんなところまで。またしても十字路になっているんだぜ。左。5メートルくらいは進めそうだ。右。すぐに行き止まりだ。まずは中央の道へ行くぞ。
なんか黒くなってるな。火炎放射の跡か。なんでテンション上がってんだよ。崩落して進めんな。残念だったな。セキュリティ。何かの部品みたいだぜ。左の道は5メートルほどで行き止まりだ。掘ってた途中だったんだろう。どこの豪にも大概落ちている茶碗のかけらが落ちてないな。茶碗より大きい陶器や瓶のかけらが多いんだぜ。メインの通路に戻ってきたぞ。そういえば、もう一つの通路があったんだったな。通路というより穴だな。この穴の高さは1メートルもなさそうだ。しゃがまないと通れん。地に這いつくばるがいい。ここは幅3メートル×奥行き3メートル×高さ 1.5 メートルくらいの空間になっているぜ。崩落した土砂が溜まっているようだから、本来ならもっと高さがありそうだな。見ろ、ゴミのようだ。これは掘り込みというより地層の分かれ目に見えるな。右側に通路があるが、とりあえず外に出てみよう。方角的にアザマ三三ビーチ方面が見渡せるな。待機場所も特になく、目の前は急斜面になっている。斜面というより崖なんだぜ。落ちたら行っちゃうんだぜ。次は出口前にあった右の道へ行くぞ。この通路は人一人分の幅しかないな。じゃあ、この先は多くの人が頻繁に出入りする場所じゃなかったのかな。約1メートルごとに鉱木の跡があるんだぜ。わかりにくいが、微妙に下り斜面になっている。なんでかね。また分かれ道だな。しかし、右は部屋があって行き止まりだ。なにこれ。幅 1.5 メートルと奥行き 0.8 メートルくらいでかなり狭い部屋なんだぜ。壁面を見てみると、ツルハシで掘ったような跡があるな。左の道に行ってみるぞ。ここで行き止まりだ。なんか穴が開いているぜ。銃眼にしては狭いから、監視窓か観測窓だろうか。ここに配備されていたのは重砲兵第7連隊第2中隊とされる。
この号の近くにウローカー砲台という砲台があるので、そこから撃った砲弾がどこに落ちたかを観測してたんじゃないかな。着弾観測するには狭すぎないか。すべて個人の感想です。真実は知らん。ええ、真実を知ろうにも、実際に使用していた人に聞くしかないんだろうな。この部隊は玉砕しているようだから、知りようがないな。これは出口近くにいたヤモリくんだ。ヤモリも迷惑そうだな。重砲兵第7連隊第2中隊を霊下にしていた重砲兵第7連隊の本部号は大里城址公園に残る号とされている。以前に行った場所だな。とても広い号というか空洞だったな。動画もオープンしてあるのでぜひ見てほしいんだぜ。概要欄にリンクを貼っておくぞ。今回の動画に出てきたウローカー砲台も動画にしようと思っているのでどうぞよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。